D.W. グリフィス、デビット・ウォーク・グリフィスデビット・ウォーク・グリフィス1875年1月22日から1948年7月23日は、アメリカ合衆国の映画監督、俳優、脚本家、映画制作者。映画文法の基礎を築いた人物であり、様々な映画技術、モンタージュ、カットバック、クローズアップなどを確立して、 映画を芸術的な域へと高めた。アメリカ発の長編映画、国民の創生やイントレランスなどの監督作品は、彼の技術の集大成的な作品であり、現在でもアメリカ映画の名作として数えられる。また、女優のメアリー・ピックフォードやリリアン・ギッシュなど数多くの映画人を輩出したことでも知られ、それらの功績から映画の父と呼ばれている。 1875年1月22日、ケンタッキー州ラグレーン時に生まれる、クレスウッド生まれとする説もある。父親は南北戦争における南軍の英雄ジェイコブ・ウォーク・グリフィス大佐。彼は大きな農場を経営しており、衆議会議員も務めていたが、戦後に没落し、グリフィスが10歳の時に亡くなっている。そのため、少年時代は困窮を極めていたが、 両親から高い教育を受けていた。その後グリフィスはエレベーターボーイやルイビルの本屋の店員など様々な職を転々としていたが事前公演の舞台に立ったことから地方劇団に参加し俳優として活動し始めた。31歳の時にはニューヨークに進出し1906年に女優のと結婚した。その一方で舞台の演出家を夢見ていたグリフィスは 戯曲や詩を書いて売り込んでいたが、金銭的に行き詰まっていたため、1907年に自分の脚本をのエドウィン・エスポーターに売り込んだ。脚本は不採用となったが、俳優として採用され、同年のこの木こり役で映画デビューを果たした。このエジソン社で映画制作のノウハウを学んだが、自らの脚本が採用されないことにうつうつとしていたため、1908年にに、 自分の脚本を持ち込んだ。すると会社は彼の素質を認め、グリフィスは妻リンダと共にバイオグラフ社に入社することとなった。はじめは夫妻で俳優として活躍する傍ら、数十本のシナリオを執筆した。同年6月、バイオグラフ社の撮影日誌に誘われたことから、で監督デビューした。後に長編の対策を手掛け様々な撮影技法を駆使していったが、 デビュー作のドリーの冒険は賞味15分ほどの短編映画であり、映画はヒットした。以降バイオグラフ社の監督として、ビッツァとのコンビで1913年までに450本以上の短編映画を手掛けた。デビュー作のドリーの冒険は、少女が誘拐されたるの中に入れられるが、その損が川に落ちて流されていくというストーリーで、まだ、 ワンシーンワンショット撮影による作品であった。1909年のは、社会破劇で金持ちの小麦の相場師と貧しい小麦農家を対比して描いている。同年のは、インディアンの目線で白人との対立を描いている。1910年のは、南北戦争もので、1911年のでは、悲劇的な作品も作っている。1912年には、 カルフォルニアでロケを行った2巻物の大虐殺を発表しており、群衆場面において、ロングショットの効果的な仕様が見られる。1913年、地震初の長編作品、別大、アッシリアの遠征を制作するが、当時はまだ長編映画が普及しておらず、会社はこの作品をお蔵入りにさせた、長編映画も普及しだした翌1914年に、コラムを蔵入りにされていた。 大虐殺と共に公開された。さらに会社はグリフィスに長編映画を制作させなかったため、グリフィスはバイオグラフ社を退社してハリウッドに渡りミューチュアル社と契約を結んだ。1915年、ミューチュアル社のハリエイトケンとグリフィスが創設したエポックプロデューシングコーポレーションの出資で国民の創生を制作。 KKK の誕生物語を南部白人の立場から描いた物語だったため、北部においては上映拒否されたり、黒人の差別描写で物議を醸したが、作品自体は大ヒットした。同年7月、ミューチュアル社から追放されたエイトケンが配給会社トライアングル社を設立。マック・セネット、トマス・ H ・イインスと共に招かれたグリフィスは、 トライアングル社参加の制作会社ファインアーツ社の制作責任者となり、1916年にイントレランスを制作した。4時代の物語が同時並行的に描かれるという当時としては、革新的な作品だが,が難解との評判を呼び、アメリカ本国では商業的に失敗した。しかし現在では映画史上最大の古典として語り継がれている。1917年。 イントレランスの失敗などの影響で、トライアングル社は制作を中止した。1919年、チャールズ・チャップリン、ダグラス・フェアバンクス、メアリー・ピック・フォードと共にユナイテッド・アーティスツ社を創設、自由な映画制作を目指して、チリ・イク・ハナ、東への道などを発表していった。しかし、完璧主義者で、保守的な映画制作にこだわったグリフィスは、時代の流れについていけず、 人気も超落していった。1930年に初のトーキーとなるを発表するも、翌1931年のは工業的にも批評的にも大失敗し、これがグリフィス最後の監督作となった。この頃からすでに彼は世間からも映画界からも忘れ去られた存在となっていた。1936年アカデミー賞特別賞を受賞。 同年、妻のリンダと離婚。女優のイブリン・ボールドウィンと再婚したが、1947年に離婚している。1938年に全米監督協会賞名誉終身会員賞を受賞。1948年7月23日、ロサンゼルスのホテルで脳一血のため死去。晩年は叫びたりの生活を送っていたという。 ハリウッドウォークオブフェームの6535番地に彼を検証する星が刻まれている。グリフィスは映画芸術の基本を作った人物として映画史にその名が刻まれている。これまでの映画というとワンシーンワンショット固定カメラ撮影が特徴で演劇色が濃かった。しかしグリフィスは様々な演出法や撮影技法を確立、駆使していき映画を 独自の視覚的、表現、一つの芸術として発展させた。グリフィスはこれまでのワンシーンワンショットによるシーン単位の撮影からショット単位の撮影を行い、一つの場面を複数のショットで構成させ、モンタージュを確立させた。一つの場面を複数のショットで構成することは物語を取る意味で初期の作品から行われていたが、 彼はショットとショットをつないで劇的な効果を生み出すことに成功している。モンタージュに関しては1920年代にソ連の映画人たちがモンタージュ理論として体系化した。異なる場所で同時に起きている二つ以上のシーンで、それぞれのショットを交互につなぐ編集法である、クロスカッティング、平行モンタージュ、同時進行描写ともモグリフィスが創始したと言える術である。 グリフィスを得意の演出、ラストミニッツレスキュー、最後の瞬間の救出を使う時にクロスカッティングを用いられている。この技法は、寂しい別荘の強盗襲撃のシーンで初めて用いられ、以降、国民の創生、イントレランス、東への道などほとんどのグリフィス作品で使われた。その他グリフィスが生み出した技法には移動撮影、フラッシュバック、フェードインアウト、 アイリスインアウト、ポイントオブビュー、主観の切り替え、イマジナリーラインなどがあり、一つのシーンをロングショット、ミドルショット、クローズアップといった違うショットサイズで撮影したのも、グリフィスの功績である。クローズアップを初めて使ったのも、グリフィスと言われるが、グリフィスの以前から、おばあさんの虫目鏡、大列車強盗などの作品で、クローズアップはすでに使われていた。しかし、 物語を語る点で初めて使ったのはグリフィスであり、映画評論家の H.A. ポタムキンは、シアターギルド氏でグリフィスの網を作ろう人、1912年で初めてクローズアップを芸的に使ったと指摘している。撮影誌のは1908年から16年間にわたってグリフィス作品で撮影を担当し、彼の右腕として活躍した。 国民の創生やイントレランスを取ったのもビッザーである。グリフィスの元からは後に大活躍する多くの俳優、監督らを輩出している。他、フローレンス・ローレンス、メイ、マーシュ、リチャード・バーセルメスなどの俳優がグリフィスの元からすがっている。また、ラオール、ウォルシュ、ジャック・コンベイ、トット・ブラウニング、ビクター・フレミング、アランド・ワン、WS ・バンダイクラの監督も、 グリフィスの下で助手を務めていた。イントレランスはアメリカでは工業的に失敗したもののヨーロッパ諸国では絶賛された。特にウラジーミル・レーニンは大変感銘を受け、ロシア全土での上映を命じ、1922年にグリフィスを招きソ連映画界のリーダーに任じようとしたエピソードは有名である。また1927年には、 グリフィスの弟子格であるダグラス・フェアバンクスとメアリー・ピック・フォードソ連訪問が実現している。1五十三年に全米監督協会は長年にわたり映画界に功績を残した監督を称える D.W. グリフィス賞を創設したが国民の創生が人種差別的な描写であることから映画界の開拓者として評価するも白人優越主義は人種差別を増長させると 教会がグリフィスを批判。これにより1999年にグリフィス賞は廃止された。グリフィス賞には、ジョン・フォード、アルフレッド・ヒッチコック、黒沢明、フランシス・フォード・コッポラなど、早々たる監督たちが受賞した。1987年の映画、グッド・モーニング・バビロンは、イントレランス制作の舞台裏を描いた。グリフィスは、チャールズ・ダンスが演じた。 アニメ版、キテレツ第100の第56話、撮影会長。ハリウッドのバビロン宮殿にて、イントレランスを見て感動したトンガリが、映画監督に憧れ、自身のビデオカメラで映画を撮影していた。同じ頃、キテレツが、映画撮影用のカメラ、夢楽鏡を、発明し完成させたが、使い方がわからず、イントレランスにて、同様のカメラが使用されていたとを、トンガリから聞き、 コロスケ、ミヨコ、ブタゴリラを含めた5人が、工事機に乗って、イントレランスを撮影中の DW グリフィスに会いに、行き、映画撮影のノウハウや、撮影のビリービッツアーに、カメラの使い方を学んだというエピソードがある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。